こんにちは、安藤ひかるです。今日は何喋ろうかな。まだちょっと全然ね、何喋ろうかってことは、考えていなくて、ね、これからね、これからっていうか、今までもそうですけどね、また歌頑張っていきたいなと思うんですけども、そうです、何喋ろうかな。なんか思いつかないですね。こうやってパッと今考えて喋ろうと思ったんですけど、なかなか思いつかなくて。で、そうですね。語学の話もしましたし、ね、今自分でね、喋ったことを実践して、頑張ってるんですけどね。そうやって自分で言ったことは自分でやって、頑張ってるんですけども。そうですね。音楽の話がいいですかね、今日はね。で、じゃあ例えば、例えばっておかしいな。そのじゃ例えばその、フランス語で何か歌えますっていうことになったとしますよね。で、フランス語で何か歌うってことになったとしますと、そのフランス語ディクションっていうか、フランス語ができなきゃいけないわけですね。私まだフランス語初心者で、ね、ちょっと書いたりするぐらいが精一杯なんですけども、フランス語っていうのが、すごくこう抽象的でこう難しいんですよね。これは別にイタリア語でもドイツ語でも突き詰めていけばそうなんですけども、でも例えばそのイタリア語だったら、例えば母音だったら、あ、え、い、お、うの、5つの母音で成り立ちますよね。もちろんその歌っていて、その何て言うんだろうな、自分の感覚のいいところに声を持っていくと、それがキューザになったりアペルトになったりっていう、そういうのはあるんですけどね。えの母音とあの母音あえの母音とおの母音にそのアペルトはキューザってなりますね。開口母音と平行母音っていうのがあるんですけども、それも何て言うんだろうな、歌ってみて響きがやっぱりいいっていうのが一番大事なんですよね。で、もちろんその言葉としてもそのアペルタキューザっていうのはもちろんあるんですけども、それでもやっぱりその読んでみて、なんか感覚のいいところにスッとこう持ってってやるっていうのはすごく大事で、だからそれなんですよね、大事なのっていうのはね。その自分なんか「えー」ってやると、なんかちょっと響きが違うなとか、いいってやるとなんかひっくり返っちゃうなって時には、って開いてみるとかね。そうやってやってみると、そのアペルタキューザってのはうまくいくんです。で、フランス語の場合っていうのがですね、これが非常にこう難しくて、私もまだまだこう全然わかんないんですよね。何が何だか全然わかんなくて、で、今こうやっていろいろね、こうやって悩んだりとかしているんですけども、フランス語なんか難しいですよね。摩訶不思議というか、でも、そこがね、いいとこであって、とっかかりはその難しいんだけども、歌ってみるとすごくね、自分が歌えるようになってみるとすごく響きが良くて、ね、フランス語を歌えるようになるのに4年ぐらいかかりましたかね。フランス語を歌えるようになっつってもですね、自分がフランス語を喋れるとか、そういうとこまでは全然行ってないです。いわゆるこう綴りですね、綴りを見て何となくこういう感じで発音できるってところまでしかまだ行ってないんですけども、まだ実際にこう会話をしたりとか、メールを打ったりとか、そういうところまではなかなか、なんかちょっとコメントはしたことありますからね。でも、実際にコミュニケーションツールとしてそのフランス語を使っていくっていうのは、今の段階ではかなり難しいところがあるんですけども、その綴りですね、綴りを読めるようになったってところまではやっぱり結構時間を要しました。難しいですよね、フランス語って。母音も5つでもできなくはないですけどね。あ、え、い、お、うと、それとあと変母音とかですね。うーっていうのと、いーっていうのと、あと、微母音ですね。えーっていうのと、おーっていうのと、
ってのと、この、まあ、まあ、これぐらいあれば、まあ、フランス語一応、まあ、歌えなくはないんですけども、まあ、その芸術的に美しいかどうかっていうことになってくると、まあ、ちょっと違うんですよね。うん、で、そうなんですよ。だから、まあ、フランス語はやっぱり難しいですね。あとはその、ってやつですね。その、あの、あの、なんていうんですか、英語とかだと、シュワーっていうんですかね。あの、E がひっくり返ったような発音記号の、あの、英語の E が、ひっくり返ったような発音記号っていうのがあるんですけども、あの曖昧母音って言いますね。でこれ非常に難しくて、今でも私なかなか分かんないですね、うん、であとだからそのフランス語ってやっぱり難しくて、まあドイツ語でもこれ同じことなんですけども、やっぱりその言葉の発音にもその流行っていうのがあるんですよね。例えばドイツ語ですと、その語尾の ER っていうのをまあ今曖昧化しますよね。例えば再びって単語で Wieder ってありますけども、これ本当はもともとのドイツ語の標準語っていうのは Wieder だったんですね。 Wieder、ね、Wieder 後ろまで巻くだけども、あのスペルちょっとスペル言えないですけど Wieder、ね、でもこれをその後ろの ER を曖昧化することで現代の口語っぽくなる。ヴィーダー、ヴィーダー、ね。あるいは、まあ、もうちょっと、まあ、そのヴィーダーってやるとちょっと間で、ヴィーダー、ヴィーダーってやるとかね。まあ、それは、まあ、歌い手がどこまで気にするかということもあるんですけども、まあ、その、発音にも流行があって、で、フランス語も多分、発音が多分新しい形になってきてるんじゃないかなと思いまして、で、多分、まあ、私はあの国立音楽大学なんですけども、あの国立音楽大学では多分新しい方で教えてましたね、私の時にはですね。あのっていうのは、あの新しい方古い方ってか、なんかそういう言い方するとあれなんですけども、あのなんて言うんだろうな、あの、うん、その感覚っていうのがあって、要するにその「っていうその曖昧母音をうっていうふうに、その日本語で言うと うに近づけるっていう歌い方なんですよね。これはあの何て言うんだろう、あの割と最近というか、あの50年ぐらい前から始まったような歌い方のように私は思うんですよね。もうちょっとそのうではなくうって少しこう絵に近いような発音になるってことがあの多いんですけども、あのだからそこですよね。だからこの難しいですよね。そのうってやった場合は、あーんってやんなきゃいけない、ダメだし、うってやった場合は、あーんってやんなきゃダメだし、なんかそのね、あの、その、歌ってみると、その、この、まあ、発音でやってみると、その、バランスっていうのがあるんですよね。だから、あの、ここをこうやって発音する場合は、こうした方が、流れ的に、その、きれいになりますよっていうのが、その、科学の中で ありまして、で、多分今は、多分、僕も全然、調べられてないんですけども、あの多分その聞いた限りでは、今大学で教えてるのって多分新しい形のフランス語ですよね。そのフランス語のうですよね。うをそのうってその日本語のうっぽく発音するっていうのは、今の多分流行、これからの流行になってくるんじゃないでしょうかね。あとだから、あとはあのその語尾のアードを巻かないとかね、あの喉引くでハッってやるとか、これも難しいですよね。あのすごくその感覚のところが分からないと難しくて、学術的にはなかなかこうできないところですよね。うん、まあそんなことがありましてね。まあその何の話してんだっけ。まあそのあのまあまあまあ、まあ、まあそれはね、イタリア語のそのアペルタキューザっていうのも同じですし、ドイツ語でもまあそういうのっていうのはね、そのあの言葉の流行によってそのあの発音の処理が違うということも あるんですよっていう話ですね。まあ、ちょっと難しいんですけれども、まあ、こういうことが実際あります。うん、だから まず、まあ、一番いいのは、まあその、まあ、大学とかで、まあ、その授業で受ける機会があるんだったら、そういうところでちゃんと基礎的なその発音をちゃんと習う、あるいは、まあ、そういう授業がどうしても取れないっていうのであれば、あの自分でその参考書を買って勉強するとかっていうことは、それはそれは大事だと思うんですけど、私もまだ喋れないですしね、フランス語ってあのボンチオフぐらいしか言えないですから、あのこれからね、もっと力を入れていかなきゃいけないなと思うんですけども、まあ、その発音ってこともね、その、まず最初、まあ、授業でちゃんとやって、それで、
それからこう少しずつ少しずつその細かいところに細かいところにこうやってやっていくとですね、非常にいいと思います。私はそうしてきました。今日はね、ちょっと発音の話になったんですかね。どうも ありがとうございます。ちょっとまとまりがなくてすみませんですけども、今日はこの辺で終わりたいと思います。失礼いたします。